皆さんこんにちは、フックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は初の外ロケなんですけども、一体どこに来ているのかというと、こちらじゃん、文芸春秋に来ております。今回豪華なゲストをお呼びしまして、この文芸春秋に突していきたいと考えていますということで豪華なゲストをお呼びしました。どうぞ。はい、ということで、はい、ベルでーす。はい、まあ、文学一はベルさんと、あのミステリー作家の天野亮さんに来ていただきました。イエーイ。今回ですね、あのベルさんの企画で、あの天野亮さんとの対談ということで、はい、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。ということで文献収集突入していきましょう。逆の手法。イエーイ。ですが、カメラマンは文献収集の音川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで行きましょう。編集さん、私やるけどカメラ。全然やるけど。音川さん、ありがとうございます。ここが本館前。はい。ました。本館です。はい。アピール。アピール。ありがとうございます。で、はい、まあ、ここが玄関なんですけど、はい、こんな感じで本棚あったりとか、いっぱいあの映像化のポスターが貼ってあったり、こっちです、ね。これ今話題の。今出てる新刊がメインで並んでますかね。いろいろ読めますね。今年の。はい。これ天野さんの仕事場所かもね。本当だ。天野さんの。天野さんの本なかったですね。仕込みが足りなかった。もうやらせじゃないかと思ったんですけど。ここでこう読んだりすることもできるわけですね。そうですね。でまあ、こっちがなんか雑誌のポスターだったり映像化のポスターだったりって感じで、玄関というか受付になります。でちょっとサロン案内しようと思うんですけど、この朝まで大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、ここが、サロンということでおベルさんと天野さん、あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとあの大事なあの打ち合わせ。打ち合わせ。さっき一緒にいたじゃないですか。次の新作について。ちょっと編集担当として。はい。ということで2人があの座っている隣にはちゃんと菊池寛さんの、はい、銅像があります。こちらの文献春秋の創設者のお方ということで、こちらサロンはあの本社の受付の隣にありまして、でいつもはあれですね、ドリンクとか、そうですね、はい、そこで作家さんとかお客さんと、はい、あの打ち合わせをすることが多いです。はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、結構広いんでいろんな打ち合わせとかもできるんじゃないでしょうか。天野さんも結構ここで打ち合わせされることあるんですか。詳しくコロナの前はたまにここで講義見ながら話してる。最近はもう全然ですよ。そうですね、今回はちょっとサロン使わなかったですね、うん、それはやっぱコロナの関係とかですかね、うん、そうですね、まあ、あとお互い出やすい場所で、そういう新宿とか、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあお次のところへお願いします。お次が決まりました。じゃん、資料室です。はい、ということで入ってきました。ここが資料室です。本当はあのあまり見せていただけないんですけど、今回特別ということで見せていただきます。最新の資料になります。こちらは調べ物に使うような、はい、いろんな資料が入っています。ちょっとうちの雑誌のバックナンバーがずっとある感じです。じゃあこれも最新のものまで続いて、最新のものまでありますね。これはすごい、今たまたま手に取ったんですけど、はい、昭和の54年のあれかな、はい、
へえ。すごいバックナンバー、そしたらすごくありますね。そうですね、いっぱい ずっと古いのからあるので、うん、すごい、こんなにいっぱいあります。はい、どうぞ。あ、こっちの部はあのうちが出してる本がずらっと最新版までありますね。すごい、こんなにいっぱい、読んだものも、うんうん、今ここがあのうちの最新で、最新、日だまりのここにあります。おお、ここ新刊ゾーンですね。あ、オールグリーンズ、エルさんが紹介していたオールグリーンズがここにあります。本心は平野さんと対談させていただきます。お、平野紀長さんの、はい、あ、本心があります。はい、すごい。はい、ありがとうございます。ジベルさん、カメラお願いしていいですか。どっちにどう向けてやったらいい。まさきくんを撮ればいい。はい、こんな感じでいっぱい過去の文芸編集の作品が資料室に置いてあります。引き出していただいたら奥にも古い資料とかが入ります、はい、スライダックスになってるので。お、ほんとだ。奥には文学全集が入ってたり。おすごい。使ってですね。うわ、全集があります。何年前の先、すごいですね、歴史が。年季入ってます。年季入ってます。号外全集になってます。すごい、もう、ザ・資料室って感じで。すごい。昔の作品から今の作品までいろんなものがあるお部屋ということで、うん、すごいですね。一日入れそうですね。ね。こんな感じなんですけど、はい。週刊文春だ。あります。そう、昭和39年あります、うん。バックナンバーが古いのから最新のまであったり、はい、この数だけ文春法が、そうですよね。なるほど。あ、ここら辺は最近のやつですね。はい。表紙からしてる。写真だった。あ、そうですね、表紙、昔も和田誠さんの絵じゃなかったね。あ、そうかそうかそうか。こっちがちっちゃいな。うん、そうなんだ。うわ、もう髪がすごいですね、焼けてますね。そんなスキャンダラスのイメージはないですかね。どんなの、うん、結構よく読んでみたら割と教師の芸能人グラフとかね。え、これ過去の記事とかいるんですか、こう資料室。結構あの調べに来ることありますね。へぇ、ひたすらコピーを取ったりとか。ああ、そうなんですね。なんか過去の、なんだろうな、こう参考にしたりとか。そうですね。なんかこう、どなたかの取材に行くときに、はい、古いインタビューを探しに来たりとか。ああ。うちの本の、うちの雑誌だけじゃなくて、他社の雑誌のバックナンバーもいっぱい置いてあるので。ああ、なるほど。新聞もあるので。次が、こちら、特別会議室に来ました。はい。お、お疲れ様です。対談終わりのベルさんです。対談した会議室。はい、なんか画角的にさ、一角しか分からなかったと思うけど、めちゃくちゃ広いのよ。はい、広いですね。あそこの奥の方でね、あの対談はしていたんですが、ここは割と、はい、なんでしょう、対談だったり、はい、座談会だったり、はい、撮影をすることもあったんですよね。結構この会社のバックで作家さんの潜在というか、なんかそういう写真撮影とかしてます。よく見たら背景あの会議だなっていう。なるほど。あの作家さんが座ったかもしれないですよ、これは。あの作家さんがもしかしたら座ったかもしれない。なぜだかベルも座ってるし。はい、次は
天音さんのゲラを見せていただきます。これが天音涼さんの最新刊の陽だまりに至る病の初稿ゲラですね。はい。で、こんな感じで鉛筆は高性高熱者の方の疑問だったり、はい、ルビー、これはルビー入れますかとか、そういう話だったりとか。すごい。で、高性者の方もいろいろ調べてチェックを入れてくれますし、あとはここはちょっと赤が多い。赤いですね。赤いですね。いやでもリアルな、はい、構成がこんな感じで行われてるんだっていう、うん、なので構成者の方の鉛筆と編集者の鉛筆と両方がここは入ってます、ね、なるほど、はい、あまりに赤字が多いのは持ち書きしないでデータ送ってこの文章に差し替えてくださいっていうふうに言ってます、ね、へえ。結構どういう部分をこう修正することが多いですかね。やっぱ言い回しとかですか。このゲラだとちょっと言い回しの変更は多かったですかね。さっき言ったあのデータ差し替えですね。あーデータを作ったので、はい、こっちに差し替えてくれるとこのいちいち書いてられないの、はいはいはい、なるほど。わーリアルですね。まあ、ちょっとここら辺は事実関係が間違ってたので正してあげて、はい、あれですか、今回のコロナのお話ということで、はい、取材までしたんですけど間違っちゃってなるほど、リアルな部分もこのゲラにちょっと取材した事実を自分の中でこんがらがって間違えてしまう、はい、こういろんな方のこう何チェックのがチェックが入って、はい、出版されるということですし、構成の方は事実関係間違ってないかとか、はい、日付が間違ってないかとか、はい、途中で名前が変わってないかとか、はい、なるほど、全て耳に痛いありとあらゆる、はい、ね、観点からチェックをしてくれますね、はい、高閲の方が、はい、なるほど、これがファンゲラ で、はい、でこれが初稿ゲラのものなんです。お最高ゲラというのもあり、同じ作業をもう一回取り返すわけです。何も見た目は変わらないんですけど、はい、先ほどの赤字を反映したゲラで、ああこれ第2弾ってことですか。なので第2弾はまあ、今回は赤がそんなに多くなかったですね。はいはいはい、2回目のチェックみたいな。ああなるほど、まあ、ここもちょっと言い回し直しだったりとか、あここら辺もちょっと前回日付変えたので、はい、こっちも合わせましょうかとか、ああそこのその整合性みたいな部分も、はい、整合性を取るための、はい、確認の鉛筆が入って、なのでここじゃなくて別のページを修正して合わせましたよっていう、天音さんからの赤字のお返事が来てますけど、はい、なるほど、こういう感じで著書をやる編集者の方と校舎の方はこの、はい、紙で手書きでこうやり取り はい、していって、うん、で天音さんに何かこう聞くときはデータっていうかそういう、あ天音さんにもこれを送ってますね、そこにまた書き込む、はい、天音さんがこの赤字はなので天音さんの赤字ですね。ああなるほど、やっぱりいろいろある工程の中でこの直しの作業は結構大変というか、ここまで来るともうほぼ完成が見えてる、大変ではないんですけど、うん、プレッシャーがあります。そうですね、もう天音さんが作家の方が目にする最後のゲラですもんね。直すなら最後のチャンスって、ここに至るのは文章書いてる時の方が作業量がはるかに大変なんですけど、うん、そうするともうそのまま誤植が出て4人出ちゃうし、そういう意味では最後のチェックということで、はい、なるほど。でこれが付き物って呼んでるんですけど、はい、本の外側の部分ですね。あこういうカバーのデザインだったり色味だったり、はいはいはい、おおこんな感じになってるんですね。これは色彩。今回初めてですよね。割と色色色だった。ああそうですね。ああすごい、はい、なのでこれがカバーですね、はい、でこれが表紙の色香です。なるほど、はい、これがこうイメージ図みたいな、これ最終稿ですか。これそうですね、なので色味とかをチェックしてます。あなるほど、はい、で色
もちろんその他に人に間違いがないとかとかサイズが間違ってないとかとか、はい、いろんなチェック項目があるんですけど、結構ここで色味を確認したりしますね。なるほど。でこれが帯ですね。ああ、これがこうなってるわけですね。はい、はい、でこれがですね、はい、これが化粧扉なんですけど、化粧、あ、ここですね。ああ、はいはいはい、を化粧扉って呼んでるんです。あ、ここもそうですよね、本によって違いますもんね。そうなんです。でここもデザインを作ってるので、はい、デザイン、文字、色味とこうやって一回印刷所に出してもらって確認してます。はい、あ、なるほど。さまざまな工程が、そうですね、これ一回デザインとかってやっぱり、はい、この日玉に至る山だったら天野洋さんと、はい、その元川さん、A、でこうどういうイメージになるかっていうのを最初に決めてからこう何回かすり合わせてやっていくっていう感じ。これに関しても元川さんにお任せでした。はい、あ、そうなんですね。そうですね、作家さんとか本によるんですけど、はい、これはもうシリーズものである程度想定のイメージがスタイルが決まっているので、はいはい、写真は過去2冊と同じ青山祐樹さんの写真を使わせてもらうっていうのとか、はい、ある程度スタイルが決まっているので、はい、どの写真にするかっていう段階ではマネさんに何点か写真を見ていただいて、うん、イメージに合うものをご相談したりして、でそこからは天音さんにも見てもらうんですけど、今回は割ともうすんなり決まりましたかね。信頼してるデザイナーさんなので。はい、なるほど。今回じゃあすんなり。そうですね、今回はすんなり決まって、でもシリーズものじゃなくて一から決めるときは本当に写真にするかイラストにするか。ああ、まずそこから、はい、そこからいろいろ考えられるので、はい、一からご相談することも多いですし、うん、これがすごいインパクトあったの。そうですよね、希望が死んでよりの初回が、うん、私これ青黄色ってきたので、はい、なんか赤系で来るかなとは思ってました。思ってた。でもこれも初稿最高ってあって色味を確認するんですけど、はい、実際の写真の色に近づけるためにちょっと修正をして、うんうんうん、あー、なるほど。はい、これかこれだ。いや、逆ですね。こっちをこっちにしたんですね。でこれは写真家の方にチェックしてもらって、はい、写真のイメージと合ってるかどうか、色味が合ってるかどうかとかを確認して、はい、でちょっとこっちが赤みが強いのかな。こっちが最初で、うん、こっちになった。こっちが直した。はい、なので実際の写真の色味に近づけるために写真家の方に、はい、見て、一回やっぱり印刷してみないとわからないので、はいはいはい、印刷したものを お送りして見ていただいて、うーん、もうちょっとこういう風に修正してくださいというような指示を反映して、あ、なるほど。ありますね。紙質とかも選ぶのが、あ、そうですね。紙もどの紙にしますかっていうの、はい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 、これがデザイナーと相談して決めるんですけど、うん、なんか中にはこういうなんか飛び、このさっきのこの部分とかがちょっと透かしが入ってるようなものとかがあったりします。そうですね。なので帯の色、帯の紙、うん、紙もいっぱいあるので、はい、そこから全部選べるので、はい、どうしますかっていうので、今回はシリーズに統一性を持たせるために、はい、似たような紙だったり同じ紙だったりを使ってますけれども、表紙とかもそうなんですけど、このなんだろうな、裏に書いてあるあらすじみたいな、はい、紹介っていうのも、はい、何回かこうすり合わせて最終版を出していくんですかね。そうですね、結構天音さんにも著者の方にもチェックしてもらえますし、はい、実際ちょっとデザインにはめてみたら、ね、はい、文字が多すぎたかなとか、もっとこうした方がいいかなとかいうので、はい、デザイン修正することもあります。あ、なるほど。この場合は元川さんに書いてもらったものをチェックして、はい、ちょっとまあちょっとここはこうしてほしいなってのを言ってましたけど、ほぼそのままです。そうですね、じゃこれは元川さんが、そうですね、書いてる文章、はい、ここは基本編集者が書くことが多いはずです、はい、あ、なんかミステリー小説のなんだろうな、こういうですね、誰々が
まあ、死んでしまったみたいな、連続殺人がの幕が開けるみたいになって、まあ、若干ある程度ネタバレじゃないですか、そこら辺の線引きもやっぱその編集者さんでこう変わってくる、ね、そうですね、編集者によって考えが変わってくるかもしれないですし、はい、まあ、著者の方と相談してじゃあどこまで出しましょうかとか、あ、なるほど、あのここまでは絶対書きたくない、あのバラしたくないが、はい、でもここまでは書いた方が引きがあるよねとか、そんなことを考えながら、あ、ありがとうございます、ベルさん、ベルさん、ベルさんやってますね。この帯の文言、キャッチコピーも毎回毎回、そうですね、悩みますよね、うーん、あんまりどんでん返しがとかって言われると構えてもらえちゃいます、あー、なるほど、そうしないとでも読んでもらえない、そうですね、そこも難しいですね、変に鍛え合おうってこの程度かって言われるのも鍛え合わないとかってもらえない、はい、目を引きつつネタバレはしないようにしつつ、うん、いろんなバランスがありますからね、釣りっぽくならずに、全然違えじゃないかみたいな、なっちゃうと困りますもんね、今回はもう割とすんなり、うん、元川さんにすんなり決めていいんだって、うん、で、あんまり良かったです、あとこれは本の付き物ではないんですけど、こういう風に販促物ですね、はい、ポップを作ったりとか、はい、書店さんで、そうですね、書店さんで置いてもらうポップ、いわゆるポップって呼んでるものですけど、はいはいはい、この時は結構書店員さんからいっぱい感想をいただいたので、あの使わせてくださいとお願いして、はい、こう読みたくなるような感想の部分を引用して使わせてもらってますね、断られたことってない、書店員さん、基本はないですね、はい、ポップに使うのだけみたいな、絶対嬉しいですね、いや、そうです、でも皆さん心よく、あ、ぜひ使ってくださいとおっしゃっていただくきますね、まあ、お名前の確認とかもっと長い感想をいただいているので、その中でどこ、ここをこういう風に使わせてくださいとか、そういう風な、うん、あのお伺いをすることが多いですけど、でも、もし自分が店員だったら、はい、置いて私です。そうですね。今ここに書いてある。います。私です。確かに確かに。そういう風に説明してくれてる方もいらっしゃる。そうですね。使われてます。なんかそう考えると編集者さんってそのなんかコピーライター的な、あの、あ、ね、そうですね、部分のね、確かにスキルもこう必要になってくるんだなって今。語尾を考えるのは毎回こう、うん、頭をひねる。お仕事ですね。体はあの全然動いてないんですけど、脳はフル回転、はい、ここなんて最初あれですよ、切ない社会化にしていて最初もうちょっと文字多かった、そうですね、ギッチギチになりすぎたので、あ、なるほど、はい、そこのバランスも考えつつみたいな、こういっぱい文字が踊ってた方がサスペンスっぽいかなと思って、でもデザインしてみたら、うん、ちょっと文字多すぎたなみたいな、ちっちゃい文字がいっぱいあるよりは大きい文字があって、はい、あのちっちゃい文字がこういう風にあってっていう風にした方がいいかなとか、バランスはあのデザインを作ってみて調整しますね、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで今回文言春秋さんにお邪魔しまして、天音亮さんとね、ベルさんをお迎えして、はい、いろいろ本にまつわることを聞いてみましたけども、どうでしたか？知らないことがたくさんありました。ありがとうございます。天音さん、本当に行きたいですね。あ、本当に資料室も良かったですし、天音さんなんかの本当に直前になってあの出演していただけることになりまして、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、こんな感じでね、あの文言春秋さんにお邪魔しました。ぜひね、天音亮さんの日だまりに至る病発売中ですので、ぜひ、まあ、こびしか、はい、こちら発売中ですのでぜひお買い求めください。はい、ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。